田次郎、ね、小泉純一郎元総理のおじいさんね、祖父が、ね、自民党から受けて、ね、大臣まで行ったんだよ。その孫の小泉純一郎は総理大臣になってんだよ、ね、実家は未だにソープランド経営してんだよ、小泉進次郎んちは。分かりますか、横須賀で、ね、それでもいいんだよ、大丈夫なんだよ、ね、昨日なんかその塩村彩香のその野党とね、自民党と公明党を含めた、ね、人間たちが AV のその18歳についてのね、契約の破棄についてね、業者が損をするからダメだぞっていう法律を施行しますよという自民党と公明党ね、業者有利な法律を出しますよと。いやいやダメでしょって、塩村彩香とか立憲民主党を軸とした野党は、いやいやそれじゃダメでしょって言ってるんですよ。ね。ね、それだと女性たちがね、男尊女卑みたいな感じになるからね、女性を蔑視してると、ね、軽蔑、ね、軽く見てないですかと。で、また未成年なんだし、擁護しなくてはいけないんじゃないですかって言ってる野党ね、に対して俺が、ちゃんとした明確なね、線引きがあって、ね、そんな、小中学生だって幼稚園だってわかるだろって、ね、AV に出る出ないなんてってね、ゆうご、そういうこと言うんじゃない、横須賀雑魚なんて言うんじゃない、お前がそんなこと横須賀の人間たちに向かって言えんのか、言えねえだろなあ、言えないだろなあ、総理大臣が出てるね、ところで、ね、言えないだろって。横須賀で怠慢強いのいっぱいいるから。な、お前じゃあ目の前で言ってこいよ。なあ。なあ、お前なんか絶対ゲソつけてねえからよ。な、捨て頃とか入れたって無駄なんだよ。お前そういうのやめた方がいいぞ。なあ。なあ、総理大臣輩出してんだからよ。もともと稲川会と横須賀一家だって、喧嘩したら横須賀一家の方が強いって言われてたんだからな。お前本当にそんなやめた方がいいよ、マジ。それじゃなかったら小泉又次郎っていう人はね、入れ墨が全身に入ってね、Google で調べれば全身の写真で入れ墨で入ってんの見れるんだからね。そう、よく言った、ゆうご、成長したな今日は。だからさ、な、本当にそんな総理大臣とか自民党から出馬するっていうのがまず普通、ヤクザやってて不可能だろ？ねえ、それで大臣までなってんだからさ、じゃあ今。